皆さんこんばんは、広瀬優です。はい、今日は、知らないと損するお得な情報をご提供したいと思います。最近そうですね、景気低迷がまだまだ続くじゃないですかね。で、誰しも思ったことがあると思うんですけども、1円でも節約したいって思いませんか？はい、で、そこでですね、強い味方となるものがあるんです。はい、それがこちらです。じゃーん、ジェフグルメカード、あと31も買ってきちゃったんですけど、金券なんですよ。はい、街のあちこちにある金券ショップ行かれたことありますか？はい、で、身近なものなら電車の切符とか少し安く買えたりとか、あとは、映画や遊園地などの施設の入場券とか図書カード、あとはマクドナルドとかドミノピザとか のお食事券とかですね。はい、そのたくさんお得な金券やクーポン券が5割、だいたい5割、 5% か 10% の、割引の金券が多いんですよ。で、実際、はい、こちら買ってきたんですが、この2つ、ね、どちらも500円券なんですけども、で、今日買ってきて、で、こちら31の方が500円のところ、460円で販売されていて、で、こちらジェフグルメカードの方が、480円で販売されてあったんですよね。で、ザ・お得じゃないですか。こちらの方が31は460円で、40円のお得で、こちらが480円なので20円のお得と、そうね、まあめちゃくちゃいいじゃないですか。さ、お得ですので、はい、なのでしかもこの、例えばですよ、このジェフグルメカードを使うとします。はい、で、お釣りが出るんですよ、このジェフグルメカードって。で、例えば、なのでランチ代とか外食費などの節約にもなるんですよね。で、これをコツコツ積み重ねていくと、1ヶ月、1年と、その換算して考えてみたら、もう多大な節約になると思いませんか？はい、なのでこういったものを上手に活用してみるのも、はい、お得感を味わえていいんではないでしょうかって思って、はい、ちょっとご紹介しました。はい、なのでそうですね、こちらジェフグルメカード加盟店があるので、使えるとこと使えないところがあるんですけども、それは例えば入り口などとか店員さんなどに聞いていただければ使えると思うので、ぜひ皆さん通勤途中とか、例えば時間ないときは帰りとかにでも金券ショップ見に行ってみてください。すごくお得に買えるので、はい、ぜひぜひいいと思います。はい、おすすめですっていう感じですね。今日はね、ちょっとお得な情報を、はい、ちょっと伝えたいなと思って、はい、お知らせしました。以上です。では、バイバーイ。